はい、こんにちは、ド木です、えー。今日はですね、ちょっとネタが <laughs> いつまで引っ張るんだって話ではあるんですけど、ちょっと先日のセガさんのイベントで、まあダカ社長席の社長と対談したときに、まあ、このね、スカイハイさんですね、日高さんの、このね、絶対分身がいるんじゃねえかっていうぐらい活動してるなっていうのが個人的な印象だったんですけど、まあ、僕の中で、まあ、なんとなくこの、 スカイハイさん三人いる説の検証ができましたんで、ちょっとそれをご紹介したいと思います。これね、あの、ちょっと本当はこの動画が出る前に記事書いてたら、お、見る目あるじゃんって言われたかもしれません。スカイハイ,ハイさん自身が言ってます。<laughs> ちょうど先週出た動画ですかね。あの、アレジオンの CM 撮影の日の裏側のインタビューなんですかね。まあ、なんか今年からは、 スカイハイさんの経営者としての面を出していった方がいいんじゃないかっていうのを社員からも言われたらしく、それの働くスカイハイのとある一日っていう動画が YouTube に上がってるんですけど、まあ、そこの中でも歌ったりプロデュース業務をしたり会社の経営をしたり、まあ、その3つの活動でアーティスト経営者プロデューサーっていうのを主にやっておりますっていう自己紹介があるんですけど、まあ こういう、まあ、アーティスト兼社長とか、多分、プロデューサー兼経営者とか、多分、そういう人は世の中にたくさんいるんだと思うんですけど、これね、やっぱ、スカイハイさん、あダカさん、日高さんと言いますか、こ今日は。はい。あの、さん、このね、3つを多分ね、それぞれ1人分以上に楽しんでるんですよ。ちょっと、簡単に分析してみました。分析等の話じゃないんですけど、 アーティストの側面をスカイハイプロデューサーとしての側面を日高 P。日高プロデューサー、日高 P。経営者としての側面を日高社長と、まあ、ちょっと言い換えますと。日高さんっていう人は一人なんですけど、まあ、その日高さんの人格としてスカイハイさん、日高 P さん、日高社長さんっていう、まあ、3つあるって考えると、これね、日高さん結構意識してこれすごいちゃんと使い分けてると思うんですよね。 当然同じ一人の人間なんで、同じ二つの顔が同時のシチュエーションで出てくることあるんですけど、まあね、絶対意識して使い分けてると、個人的に思ってます。間、まあ、違ったらごめんなさい。<laughs> まずアーティストとしてのスカイハイですね。あのまあ、これ日高さんのアーティストの面をスカイハイとした場合ですけど、まあ、これもアーティストなんで、もうめちゃめちゃノリノリで、まあ、歌ったり踊ったりするときがまさにこのスカイハイが、まあ、前面に出てくるシーンですね。まあ、一番わかりやすいのはこれダンクの えっと、歌の、まあ、プロモーションビデオがありますけれども、まあ、その中で、まあ、ノリノリで、まあ、当然歌も、豊さんが歌ったんですけど、まあ、すげえラップの高速ラップもありの、まあ、めちゃめちゃ楽しそうに踊っている姿が、まあ、これがスカイハイまあ、アーティストとしてのスカイハイさんが前面に出てるパターンですね。で、このスカイハイさん、多分ザ、ザファーストの時とか、 まあダンクの番組の時とかにもちょいちょい顔を覗かせるんですよね。だから、アーティスト、当然アーティストなんで、まあ、アーティストの自分が前に出てくる時があるんですけど、でも多分、プロデューサーとして番組に出てる時は、相当このアーティストとしての自分を封印してると思うんですよね。でも、当然自分の曲の時にはそれが一番前に出てきて、あの、バリバリやっているっていうのが、アーティストですね。 今回のアルバムのタイトルがザ・デビューですからね。もうそのデビュー自体はも何年も前だと思うんですけど、多分今回、自分が経営者でプロデューサーをしている会社でアーティストスカイハイがアルバムを出すということで、まあ、ある意味理想的なその自分がそのままデビューできたという意味での、まあ、ザ・デビューというタイトルなのかなってちょっと勝手に深読みしています。で、二人目、二つ目の顔ですね。これがプロデューサーとしての平川 P。 日高さんの日高プロデューサーとしてのか日高 P の顔が、この多分動画上は一番多く出てくるんですよね。当然、だからザファーストの時もこう日高 P ですし、ダンクの時も日高 P ですし、プロデューサーとして、まあ、アーティストを支援する立場として出てくる時まあ本当あれですよね、アーティストの方々のこういい お父さんというよりお兄さんって感じですよね。まあ本当先輩というかお兄さんというか、まあアドバイスもするし、あの、まあそれこそアーティストのパフォーマンスを見ながら、まあ自分も一緒に踊っちゃったりみたいな、ちょっとアーティスト面かもしれないですけど、あの感動して泣いちゃったりみたいなのもコーヒーだかピーヨ面なのかなと思ったりしてますけれども、ダンクのあの、 みんなで踊るサイファーなんですかね。サイファーはラップだと思うんですけど、サイファーって言ってたんだよこれあの、サイファースペシャルですね。だから、多分、この番組にスカイハイとして出ていたら、多分、日高さんは多分サイファーの間もずっと前で踊ってるタイプだと思うんですけど、 これ、やっぱりプロデューサーなんで、普段はこう一番後ろで踊ってるんですよね。で、ダンクの自分の歌の時だけアーティストスカイハイとして最前列で踊ってるんですけど、それ以外は後ろで後ろから拍手を送っている。これ、やっぱりプロデューサーだからだろうなと思ってます。で、なんか P モードの時のイさん多分ね、パーカーなんですよね。BMSG ロゴパーカーとかダンクパーカーを着ている。まあ多分あれがユニフォームなんじゃないかと,と勝手に思ってます。で、今まであんまり出てこなかったのがこの経営者としての 日高さんでこれが日高社長ですね。で日高社長のモードは、まあ、ある意味分かりやすくて、スーツですね、基本。まあ、日系クロストレンドのイベントの時に僕はそれを明確に認識したんですけど、あの明らかにね、ちょっと喋り方が違うんですよ。そのまあ、当然あの、プロデューサーとかアーティストの自分は比較的こう、まあ、カジュアルでタメ口でアーティスト、まあ、敬語も交えながらですけど、丁寧なんですけど、 社長としてビジネス系の人と対談するときは、ちょっとそれ敬語にしすぎじゃないですかっていうぐらいの敬語で喋ることが多いんですよね。セガさんのイベントのときもそうだったんですよね。でも、あの、絶法は一番鋭いんです。まあ、絶法鋭いっていうか、あの、業界への問題提供めちゃめちゃはっきりするんですよね。だから、記者会見とかのときもそうだなと思いました。スーツで。 最初の会見、まあ、2回目の会見はスーツじゃなかったのかな。まあ、でも、多分これは社長としてやってるから、こういうモードなんだと思うんですよね。で、しゃべり方が明らかにメディア向けとか、まあ、企業向けの時には、すげえ敬語を選んで使うんですよね。でも、言葉遣いは丁寧なんですけど、業界に対する問題提起は一番、ある意味、はっきり、激しく言ってる印象がすごい。 多分やっぱりプロデューサーとかアーティストの時には自分とか自分の所属しているアーティストのことを考えるのがまあ一番重要なんだけれども多分スタートアップ企業 BMSG の社長としては、まあ、日本の音楽業界のこの変化をするっていうまああんまりご自身では変革とかそういうこと大げさな言葉を使わないようなことをおっしゃってましたけど多分そうなんじゃないかなっていう。 あんまり明確に認識してたわけじゃないんですけど、やっぱセガさんとのイベントの時に、まあビシッとスーツ姿でおられて、で、これまたね、あの、まあ取材をされてた愛さんが言っててもそうだよなと思ったんですけど、なんかスーツにネクタイってちょっとこう、今どっちか、どっちかちょっとれ疲れるサラリーマンのイメージ強いじゃないですか。ま、どっちか大企業ですら、 のネクタイになりつつあるんだけれども、まあ、日高さん、日高社長モードの時、あえてスーツ、ネクタイをね、やまあ、って、改ざん言ってて面白いなと思ったのは、やっぱり日高さんとかがスーツ、ネクタイだと、スーツってかっこいいなと思いますね <laughs> っていう話をしてて、確かになっていう、そのだから本当は清掃ですからね。だからその、まあ、芸人さんなんかもそうですけど、海外なんかでも結構やっぱアーティストの時き、アーティストの方、授賞式とか多分オフィシャルな場は、 ネクタイにスーツで出てくるんですよね。本当にフォーマルっていう考え方だと思いますね。実は、あのセガさんのセッションの時には、僕、ちょっとこの仮説をすでに持ってたんであの、あえて社長と呼ばせてくださいとお二人をお願いして、あのセッション進行したんですけど、まあ、ちょっとあの裏話としては、セガの杉野さんは、普段社内でも杉野社長と呼ばれない、まあ、呼ばせないのかな、杉野さんと呼ばれてるらしいんで、杉野社長とかやめてくださいっておっしゃってたんですけど、まあ、あえて、まあ この、やっぱりこういうあの、で、こう、なんでしょうね、まかりメッセのこうイベントみたいなところのセッションで、まあ、ひださんが、平川さんって呼んじゃうと、どっちかと,いうとアーティストスカイハイさんとして出てるのかなって見てる人が誤解しそうなんで、ちょっと社長として呼ぶのでやりましょうって提案したんですけど、多分今年は、あの、この平川社長モードがたくさん見れるんじゃないかなと思っております。個人的には、あの、スカイハイさんのそのザ・デビューっていう歌が、 大人になんてなりたくないって繰り返し歌ってるんですけど、あれは明らかにアーティストスカイハイがこの過去の大人になれよって言った人への多分反論とかもあるんだろうなと思いつつ、多分こう、日高社長や日高 P が大人にならなくちゃいけないシチュエーションが多分あるはずなんですよね。日々この BMSG を運営していると。それに対して多分アーティストスカイハイ i が大人になんてなりたくないっていうその エールを送ってんじゃないかなとか、ちょっと勝手に深読みをしてみたりしてますけれども、まあ、すいません、ちょっとこれはま完全に僕の勝手な妄想ですけど、そんな感じで、このね、稲川さんの3つのモードの違いを感じながら、このいろんな映像を見てると、またちょっと違った楽しみ、オタクな楽しみ方ができると思いますので、はい、もうすでにそういう風にされてた方もいるかもしれないですけど、僕はちょっと僕が発見したと勝手に思っておりますが、ちょっとね、あの違ったらちょっと事務所からクレームが。 入ってしまうかもしれませんけど、僕の勝手な、はい、楽しみ方です。皆さんも参考にしていただければ幸いです。え違いますよとか、他にもこんな見方ありますよっていうのがありましたら、ぜひコメントやツイートで教えていただけると幸いです。はい、今日もありがとうございます。